相川ゆずきは日本のタレント、元グラビアアイドル、元プロレスラー。愛称はゆずぽん。タレントとしてはプラチナムプロダクション所属にしていた。プロレスラーとしてはスターダムに所属していた。2003年にグラビアデビューし、人気グラビアアイドルの一人となる。2010年以降はプロレスラーとしても活動していたが、2013年4月29日の 両国大会をもってプロレスは引退。2017年9月7日の結婚に伴い、グラビアアイドルからも一線を退り添いた。1983年、愛媛県新浜市に生まれる。父親は、ユズ製品製造会社の社長である。2002年、海外留学を目標として、東京の外国語学校に進学するために上京する。その卒業間際に、 渋谷109でスカウトされ、芸能界入りした。スカウトされた時に出された名刺の所属タレント名に、若月千夏の名前を見たことが、芸能界入りを決心させた。翌年、男性雑誌の水着グラビアでデビューする。フラッシュ EX2004 年4月20日号に、綾川ゆずきの名前で、グラビアが掲載された。この時世年月日は、 1984年5月16日となっていた。2005年、同じ事務所の藍沢瞳、渋谷真由、清原美幸と共に、スーパー GT イメージガール、PCH に選出される。浜田翔子、西田夏美、吉田智美と共にヒテレジェニック2005に選出される。2006年、ヒテレジェニック2005のメンバーとして、鳥のオリンピックのサポーターガールを務める。 pch のメンバーで、同じ事務所の相沢と、オーパーツというユニットを組み CD デビューする。2007年、ユーザロックと共にサイバーエージェントの、アメーバブログウェブ製放送、アメーバ番長の、レギュラーアシスタント MC を務める。2009年10月6日から放送が開始された、崖っぷち内で、新規で始めたブログを3ヶ月で2000万アクセスに、到達させないと芸能界を、 強制引退するという企画に挑戦した。企画発表からわずか8日で1000万アクセスを超え、2009年10月17日に2000万アクセスを突破したため、引退は回避できた。2010年8月23日に記者会見でプロレスデビューを発表した。2012年12月18日に都内で記者会見を開き、翌年4月でのプロレス引退を表明した。 妹の愛香は水木も2014年からタレント活動を開始しており、スターダムカフェでは共に司会を務めるなど、姉妹共演を実現している。ただし、水木の方は月によって出演しないこともあり、その時はゆずきが単独で司会をしている。2017年9月7日、一般人男性と結婚したことを自身のブログで発表、これに伴い、 グラビアアイドルからは卒業という形となった。次は2018年1月26日に、自身のブログにて第一子妊娠を発表しており5月頃の出産を予定としていたがそれより若干遅れて6月2日に第一子となる男児を出産した。子供の成長に合わせ、タレント活動を復帰。二千二十年十二月十二日、ブシロード本社での会見に出席し、 2021年3月3日のスターダム日本武道館大会にて一よ限りのプロレス復帰することを会見で表明した。スターダム10周年記念オールスタードリームシンデレラではオールスターランブルに出場。24選手出場する中、最終2名まで残るも自身と同じグラビアアイドル出身のうなぎさやかに敗北。2021年4月21日。 自身のツイッターを更新し、18年間在籍していたプラチナムプロダクションを退所したことを報告した。2010年のプロレスデビュー戦として第1回開催。現スターダム GM 風向が現役時代に行っていた自主工業、風交際を引き継ぐ形で開かれている。2011年よりスターダムに所属することになったが、同団体の協力を得て継続して行われている。 また、2までは、スターダム社長、ロッシー小川がプロデュースに関わっていたが、3からは、相川全面プロデュースとなる。6度目となる2012年4月8日の大会は、地元愛媛県新浜市での外線工業として、開かれる。著書写真集、ムック本、トレーディングカードカレンダーイメージ作品シトロン山岸、新デジタル写真集、 相川ゆずき美熱美少花ゆずき地元の愛媛県が、ロケ地。日テレジェニック2005相川ゆずき日テレジェニックの、宝箱、相川ゆずきゆずぽん、ラブリバーゆず、にゃん。ゆず恋ゆずダイアリー太陽がいっぱい。ダブルボム愛沢ひとみとの共演作爆入戦隊、パイレンジャー、ブレイクゆず、キングパイパイパニックプロレス DVD。 相川ゆずきプロレスデビュー記念ユズポン祭りへの道。相川ゆずきプロレスデビュー戦ユズポン祭りグラレスラー。相川ゆずきユズポン祭りにユズポンキックナイト。相川ゆずきユズポン祭り3ユズポンバースデー前夜。祭りユズポン祭 4&5 ユズポン1周年。記念グラレスラー相川ゆずき引退記念ユズポンマニア。ありがとうございます。